はい、こんばんは、山城と申しました。今日もね、絵本巻きを見ていこうと思うんですけどね、ちょっとすみません、免責事項の説明だけ最初にさせていただきます。まあね、もうちょっと冒頭でお気づきかもしれませんけど、ちょっとね、口の中を怪我してしまいましてですね、わたわたしながら撮ってるんで、あれなんですけど、連日、大量生産してね、動画大量生産して、報告を送りしているわけでございますが、まあ何せ、恵方巻きね、期日がね、迫っていることで、もう予約期間とかも兼ね合いもあってね、今、佳境に入っている段階なんですけど、ここでですね、一つ致命的なミスがありまして、私、撮影中に喋っているときに舌を思いっきり噛んじゃいましてね、その兼ね合いでですね、今、口の中切れちゃったりでめちゃくちゃ痛くて、舌噛んじゃったんで、なんか全然ろれつが回らなくなっちゃいまして。普段だったらもうこれちょっと収録できないやつかね、昨日も痛すぎてね、ちょっと収録できなかったんですけどね、もういかんせん、放送しないといけないのに、店舗数がまだまだ残ってるんでね、いかんせんこんな状態でもう倒るしかねえやっていうことでですね、ちょっと、とりあえずショコラ BB 買ってきて飲んでとかやってるんですけど、なかなか効かないんで、どうしようかなと思ったんですけど、このまま取っちゃいます。すいません、ちょっとこの後のやつしばらく相当ろれつ悪いかなと思いますし、なんなら、もう1日3本ぐらい取ってかないと間に合わないペースなんでね、まずいなっていうところなんですけど、とりあえず今日はね、大倉さん、正直こんな状態ですけどね、果たして聞き取れるのか、今、それで、うちのケアするのに、ちょっと入れ歯も取っちゃったんで、もうマスクしながらっていうね、最悪のコンディションではあるんですけど、もうとりあえず、とにかくやっていくしかない。とにかく量をね、凝らさないといけませんので、とにかくやっていこうと思います。ちょっとすいません。よろしくお願いいたします。ということで、今日はね、大桑さん見ていこうと思います。よいしょ。こんな感じでね、大桑さんなんですけど、あーい、じゃ2月3日、恵方巻きってことで、どんとお店に海鮮の恵方巻きが来てますね、ということですね。私は先日の次は、2日から受け入れらしいです。で、朝の10時から夜の7時っていうふうになってるみたいですね。で、祈祷に使ってるのは、これはなんだ？淡島神社。どこ？若いものの店舗かな。愛知、岐阜、静岡の店舗では、成田山、名古屋別院、大聖寺、成田山ですね。で、祈祷してるらしいんですけど、ってことは、三重県はこっちなんだ。近畿扱いだったんですね。なるほどな。ってことでございます。で、デジタルカタログ、大久保版とクラスカット版でちょっと分かれてるみたいなんですけど、平松はね、こっちになんでいいですけど、一応プライスカットは、あそこにあるか。真っ先にありますけどね。今回は、大桑のカタログ基準でやっていこうと思います。大桑のカタログはこんな感じと、いうことですね。どんどん見ていきましょう。どんと来るのか、本マグロ、やっぱし押しますね。串本ね、マグロで有名なところですからね。昔、寿司君っていうね、ところを食べに行った時にも、100円で本マグロが食べれるっていうんで、なかなかすごいお寿司屋さんだなと思いながら、行った記憶ありますね。そんな感じで本マグロはどんと来てます。何期串本育ちに本マグロ食べ比べって言って、表に来てるのはこれ3本セットがまず来てますね。ハーフセット3本組。本マグロの大トロと中トロと赤身。というので。大トロも中トロもってのはすごいですね。で、1491円。結構、値段的にはね、ハーフなんでね、まあ、たらく安いってのもありますけど。これが、どんと持ってくるんですね。で、次が、魚屋高で、牛島の海鮮巻きってことで、魚屋海鮮巻きってことで。これは、中トロですね。中トロにサーモン、
アニアナゴ、エビ、卵焼き、キュウリ、大葉とか入ってる。まあ、ザ海鮮って感じでした。これがフラッグシップ、のところから、まあ、一番和売りはこれですね。大トロも食べる。これですね。これ、南紀串本。いや、串本の和歌山のね、地物、大熊本と和歌山の店舗の、会社なんでね。この辺り、力入れていくかなと思ったら、やっぱしっかりと入れていく感じですね。で、あとはこだわりネタが入ってて、魚の太巻きということで、魚屋の海鮮太巻き。これも1980円、2139円の、ハーフサイズ切りですね。で、もしこれをピッとクリックすると、そのままに、ね、注文ができるようになっているとも、なかなか、うまいこと作ってあるなと思いますね。で、次が、鹿児島県産うなぎかば焼きで、こちらした海鮮巻き。こっちは1本ハーフあるんですね。こっちは1本オンリーっていうふうになっているのが、ちょっと、細かい設定がいろいろある感じですね。で、うなぎ好きのための F 巻きとか、うなぎもありますってことですね。で、これは、カラオケマスケンさんうなぎ、かば焼き1匹分を、太めの厚焼き卵と一緒に、うなぎ焼き筋に自転車で炊き上げたひつまぶしご飯なんですね。なるほど。豪華に炊き上げた完成巻きとかで、相当うなぎ感強そうですね。1707円と。まあ、鹿児島県産のうなぎ使ってきましたね。これだけもすごいな、ところですね。で、次のページに行ってくると、バラエティ太巻きになってくるって感じですね。で、次に来るのが、ズワイガニなんですけど、あれ、境港さんの紅ズワイガニなんですね。うちのチャンネルでちょうど、行ってきた動画が、この動画のアップの時に、ちょうど境港のあたり、あ、もう一つ手前か、仙崎のあたりの時に上がるのかな、あの動画は。ですのでね、ちょっとずれがあるんですけど、この後ね、実は境港に行く予定ですのでね、その辺りもちょっと楽しみにしていただければと思います。その、まさに境港で取れたペニスバイク。3万ポカの具材を彩りよくってことで、かなり、黄色でね、錦糸卵も昨日ね、完成してありますよ、とかですね、ズワイガニ、アボカド、サーモン、カニカマ、生マヨネーズ、卵焼き、キュウリ、卵シート書いても、まあ、往年的な感じで8440円の設定になってますよ、と。で、隣は七福ってことで、これは海鮮でした、これも。ムバチワープのたたきに、カツノコ、サーモンなど、6種類、海鮮具材たっぷり使用して、彩りよく巻き上げましたよ、ということで、マグロのたたきがね、入ってくるってことで、なんで普通のスタンダードにしてくるのがここだからなんだけど、サーモンとかこんなタイも入ってくるって海鮮ですね。あとからですよ、880円、951円と。で、どっちかっていうと、こっちの方が天然しめ焼きやなんか入って、こっちの方がスタンダードな恵方巻きに近い感じかな。天然しめ穴子、天然素焼きしりたまご焼きと、だて、かは、どんこしいたけですね。これ、どんこでいいですよね。実は、うちの永徳先生でもさすがに変化で出てこなくてですね。どんこで合ってたと思うんですけどね。しいたけの一種類でありますもんね。11種類の、具材と一緒にバランスよく巻き上げましたよ、ということでございます。これね、草冠がなかったら、シュートの字ですよね。ですよね。勝負、天然、一締め焼き穴子、クソエホーマック、どんこしりたくというところで、天然、一締め焼き穴子に、卵焼き、伊達焼き、エビ、カツノコ、高野豆腐、かんぴょう、どんこしりたけ、おぼろ、きゅうり、おばってことで、まあ、これ一番スタンダードに近いのはこれなのかもしれませんね。エビとか入ってきてる、ちょっと海鮮感も強いですけどね。っていうところで、これは980円、1059円と。で、来福、これは、牛ですね。うまみ、黒毛和牛のうまみ、甘みが特徴の淡路産ですね。玉ねぎを使用して、まあ、淡路もね、この辺り、近く。まあ、もうちょっと多くは、和歌山中心って考えると、なるほど、その周りのところのやつが、でも、こう、ぎゅっと、って感じで、パッとなって、ポッっていう感じ。ってことですね。で、黒毛和牛の贅沢に、ほうまき、青じさん、玉ねぎ塩とかで、黒毛和牛に青じさん、玉ねぎに卵シートに入ってくれる、もう1059円という設定になってますよ、ところですね。で、こっちの方は、バラエティとかそういったのがいろいろと書いてあります。3種セット、ハーフセットがあったりだとか、エビカツ巻きがここに入ってきてね、5種類になるっていう、やつがあったりします。エビカツ巻きはここにしかないんですよね。ここ面白い設定ですね。2160円、5本入っているハーフセットもあったりします。まあ、家族連れの方とかね、ファミリーだとこういうのもありかもしれませんね。なるほどなって感じですね。
他のあたりもさ、こっちも上が一般スタンダードな家族向けで、なんか、複数世帯、なんだ、おじいちゃんおばあちゃんも住んでるような、ね、世帯とか、そういうところとか、ちょっとね、お子さん行為家庭とかの、設定してあるってあたりは、和歌山っていう地域からあるかもしれませんね。なるほどな。比較的こういった家族以外のところのニーズとかも結構想定をして作ってあるっていうのも面白いですね。で、次が大惣菜って言って、これは多分、大化食品工場、大デリカファクトリー製造の表向きとかで、いや、これはセントラルですよってことで、惣菜部門の方の扱いになってくるのが、あ、でもここは寿司は独立してるか。魚寿司と水産と惣菜で寿司が分かれてないはずですもんね、大化は。ですね、これに入りますよということでございます。で、ここに10種ぐらいの表向き、これは一番じゃスタートアンダーのやつになるってことですね。こんなに甘く煮た昆布や人参、プリッとエビの、チョカのエビの実食材を使用した様々なチョカということで、サンダルのやつもきてこれで、で、それに、これ卵がどんどん入ってから、大きな出汁で具材を包み込んだ旨味玉が、ちょっと大変甘くた、699円、税込みだと646円、754円という設定になっておりますということでございます。これは大変、太巻きにハーフレットなんかもあったりしましたと、いうことでございますね。そうね、太さはこの空に変えてないんで分かりますけど、多分一本のスタンダードが18センチや9センチの設定だとは思います。という感じでございますね。ということでございました。うん。これで以上だったかな。っていう、ラインナップですよ。ということでございますと。で、インターネットからも、申し込みができますよ。ということで、ちょっとそこに静かに買ってきたりするのもあるんですけど、まあ、このあたり詳しくはね、気になる方はお店とかでもね、検索やしとか、申し込みとかで確認していただけたらいいんじゃないかなと思います。というところでございまして。で、なんだ。これね、リストアップするとこんな感じですよってことで、14種類さーっとあって、意外とセットの設定がパラパラパラっとあっての、どっちかというと単品の方のが売りにしたい感じがあるのかなって感じがですね。その中でも、セットだと、ここの、9マッチハーフセット、まあ、これが目玉になってくる感じですね。そういう方なのが面白いですね。ニーズに合わせた感じで、いろいろと選ぶ感じで、いける感じになってるっていうのが特徴かなと思います。まあ、肉系は、一種類のみで、魚系が強いのは、やっぱり和歌山っていう、土地柄はあるのかもしれませんね。美味しい魚、いっぱい取れるところですからね。そのあたりとかもいろいろと影響してあるのかなという感じがしますね、というところですね。結構使ってあるのは、本マグロをね、ストロンと使ったり、梅マダイ使ってたりとか、結構、食材もね、オリジナリティが、出てる感じがしっかりとある。意外と品目多めにとか多いんですね、っていう感じですので、こういうような設定になってますよ、というところですね。そこでデータで試作してみると、最高価格のところ、本マグロの応答とかがね、どんどんと出てるんですけど、実は価格自体はそこまで、アッパーな設定ではない、2139円が最高価格。国上発生末期かな、なんだったっけ。会社太巻きですね。本マグロ中道を使っている、やつがここに来てますけど、あとは、F 巻きがスタンダードで646円ところなんで、ちょっと、ラーセックスとしては、スーパーの中、あ、でも別にそこまで高いわけでもないのかな。まあ、スタンダードな設定にはなってますよ、ということで。比較的、ミドルレンジハイ、なところの、ブロードライオンにしっかりと集中して当てて14種類アイテムを持ってきてますよっていう設定なのが面白い設定かなっていうところですね。まあ、ハーフとかも、スタンダードに用意してある感じが、しっかりとあって、まあ、さすが大手さんっていう、ところに、中にちゃんと本マグロ、大トロとかを手編みしたり、串元でね、なんとか入れたりしてるっていうあたりが、ちゃんとアイデンティティもあってすごいなという感じでございますね。お子さんはまあそうそうこんな感じ。まあやっぱり目玉は本マグロっていうところで、海鮮を推進しているっていうのは質、特徴としてある感じですね。で、まあちゃんとした絵本巻きもね、あるのはやっぱ西のね、ところなんで、でも和歌山はどうなんでしょうね。
和歌山でもね、大熊ってもともとは新宮とかそっちの方のはずなんですよね。和歌山って意外とその、和歌山市だとめちゃめちゃ大阪文化にほぼほぼ近い感じありますけど、橋本市とかね、あっちの方とかだと。南海電車が通ってる範囲のところら辺というのはすごい大阪文化圏近いです。いや、だから新宮は新宮で独自の文化、紀州とかね、独自の文化があったりするんで、この新宮熊野尾鷲にあかけてるあたりね。この辺りはこの辺り一つの文化圏があったりするんで、一つなんかちょっと特徴的なところがあるのかもしれませんけどね。そういった感じとかもちょっと見たら面白いんじゃないかなというところでございましたというところですね。まあこういうところとか見てると、いろいろまだ面白いからね、結局この企画やめられへんなということなんで、喋りとってもうめちゃくちゃ激痛させてるんでね、これすごい聞き取りづらくて申し訳ないかなと思いますけど、もう、こんな感じで、ちょっとこのままガンガン撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれくらい締めて、また明日をね、明日なんだったっけ、ちょっと忘れた、また息子のやつで、よろしくお願いいたします。ということで、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと短く、この後はさすがにね、量的にもね、ちょっと、短めになってくると思いますんでね、よろしくお願いいたします。まあ、なんだか、ちょっと土曜日も仕事になったんでね、結構カッツカッツのスケジューリングで、これ、取ってきますんでね、よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。